さて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 、はい、今日はですね、暑いですね。今日はクロス株110の中古車ですね。最近結構、J45 のクロス株が今何台あるんだ、1,2,3,4 台ですね。黄色を含めると4台、黄色が2台、くまモンが1台、赤が1台っていう感じで4台になってます。なかなかね、クロス株の中古も入ってこないんで、もし気になる方がいらっしゃいましたらぜひ見に来てください。それではちょっと細かいところを見てみましょう。さあ、赤って珍しいのかな。うちではあんまり入ってこない色ですね。結構やっぱグリーンとくまモンがうちでは人気かな。で、赤もこうやって見てみるとね、いいですね。 CT110 とか昔のそのハンター株とかとなんかイメージが重なりませんかね。ちょっと郵便局っぽい感じもしますか。どうなんでしょうか。まあ、細かいところを 見ていってみましょう。さあ、まず距離が6848、まだまだですね。はい、ハンドル周り綺麗ですね。はい、前回りを見ていってみましょう。ヘッドライトの周辺のこのここにちょっと塗装剥ぎがありますね。映ってるかな。ぐらいかな、気になる。あ、ここにちょっとやっぱり傷がありますね。はい、そのままフロントフェンダー行きましょう。なんだろうね、結構塗装剥ぎみたいな傷がちょくちょくありますね。ここフロントフォーク左、あ、右側ですね。エンジン側はちょっと小傷がありますね。ボディ周りを見ていってみましょう。ボディは綺麗ですね。さあ、どんなでしょうか。サイドカバーも綺麗です。エンジン周りですね。エンジン周りはね、これね、みんなこんなになるっていう感じのアルミのサビが出てます。カバーですね。エキゾーストからマフラー周り、スイングアームからギアショック、こんな感じですかね。ホイールも綺麗ですね。はい、シート周りですね。綺麗ですね。で、オプションのタンデムシートもついてます。これも全然柔らかいですね。はい、チェーンケースとスイングアームですね。スイングアームにちょっと汚れが目立つかな。カバーちょっとステッカーの跡が残っちゃってますね。で、サスペンション、リアサスですね。左側のエンジン周りちょっと汚れがありますね。もうちょっと綺麗になるかな。はい、エンジン周り、フロントフォーク左側もやっぱりちょっと小傷がありますね。
ボディ、ボディは、ね、こっち側も綺麗ですね。さあこんな感じのクロスカブです。赤はねやっぱりうちでもあんまり入ってこない少し珍しい色なので、気になる方は、観音店、ビッグバイクの観音店に置いてますのでぜひ見に来てください。グーバイクのリンクも貼っておきますので、遠くの方はねそちらを確認してみてください。ではさようなら。